1一回どないちゃんただいまどうしたらいいんかいなねえねえどう思うあと少しなんだけどジュナちゃんね見たコメントしてくれてたよね TikTok のコメント嬉しいありがとういっぱい見るよってさすごい言ってくれてた嬉しいめっちゃ ねえみみちゃんえしかもなんかなんだろうなんかイコラブのさファンの方かわかんないけどなんかえ回線悪いえ大丈夫えちょっとインスタも更新ずっとできてない止まってるなんで大丈夫えそうでさなんかその本当だったらさこ 質問に答えたいののコメントのだからさ昨日なんかリサがいつもしてるカラコンじゃないカラコンだって今日もそうなんだけどだからなんかなんか,わかんない多分イコラのファンの方とかじゃなくてだからなんか「カラコンどこですか?」みたいなでさ答えたいけどさあのそこに返信したらさ自分が <laughs> かできないじゃん返信がだからさ言えないんだけどさ ショールームはさ言えるじゃんっていうちょっとさ11時までにトークおかしくできなかったらちょもう一回やり直そう答えられないよねそうだからみんなにはわかるみんなはわかる <laughs> そうっていう問題 してくれる代わりに TikTok <laughs> コメントしてああさくらちゃんありがとうつーかわいいですよやったー多分ねあれだと思うよ見てない多分別なんかわかんない多分イコラボのファンの方とかじゃないと思うコメントって返していいんかな何かどうなん え嬉ときせんさんからコメントしてくださったんですかえー、ありがとうございます嬉しいけど私あんまりないんですよねあの何て言うんだろう関わりがなくてそうそうなんだえっ気まずいよね変身していいやつ ありがととうございますとかえちょっとどうしよう緊張するのなんかそういうの緊張しちゃうからめっちゃかよかったガーミン見たよコメントしてくれてた嬉しいえ緊張しちゃうんだっけ <laughs> これ,<は>それ <laughs> 緊張しちゃうから <laughs> 今日は前回ありがとういやそれなちょっと確認した方がいいよねなんかさほら個人でやってたらあれかもよけどさこうグループでやってるからさ誰がほら 嬉しか,ったかみたいになるやん巨人巨人友達がえそうなんだ嬉しい茅野さん見てくれてありがとうこれそうあれ昨日ねお話会の合間で合間で一回撮ってなん,か変なんか振り間違っててでお話会終わった後に撮ってたじゃあもう一応たート違う大好き ありがとう「いいね」とかはねそうだねうんピンクメイクめっちゃいい嬉しいそうだよでもなんかいっぱい撮りたいよねなんか衣装とかでも思うけどそうでも 気まずい <laughs> もっと撮ってほしいヤッホーうーんなんかここここが長くない趣味になる葉月最近いくらあ最近リサにかわいすぎえ嬉しいハマってくれてるの葉月ありがとううんたかひろにありがとねサイン会 でも TikTok をこう上げて毎回思うのはみんながすごいコメントとかで「なんかこう踊ってほしかった」とか「あの何こうたくさん見るね」とかあのさ保存とかさそのなんて言うんだろうあのこういうやつあるじゃん,なんか <laughs> あのなんて言うの引用じゃないやなんだっけリツイートみたいなやつなんか。 そういういやつああるじゃんななんんななだっけなんか忘れたあの保存みたいないいねコメントえっと保存の前のなんか共有 <laughs> 気まずい共気まずいが最近の口が出たかも共有だ共有をめっちゃさこうみんなこうしてくれてるのを見るとなんかすごい嬉しいなんか取ってよかったって思うとっても。 あ、ちゃん前回もありがとうね嬉しかった見てくれてありがとうそうでも本当に毎回その共有してくださる方が多いなって思うのと保存とかもだけどコメントねコメントめっちゃ多いなってすごい思って嬉しいだから <laughs> そうあげたいってなりますよすごくモチベ ツイッターで共有したありがとう翔子群れ切らなくてあげましたよじゃんねちびちびあれなあれさこう近づけてるだけだよね自分がこうやってやってたらこうこうこうやってねうん嬉しい初コメリーターありがとうめっちゃ嬉しいりなちゃんおしまししてくれたのいおりおしですか 嬉しい若ちゃんやって欲し、ね、えっそうなんかそうそうそれをめっちゃねなんか私がストーリーにあげたのを見てそれにあの返信してくださったりとかして「これ撮ってほしかったやつ」みたいなすごい言ってくれうれしかった本当にお姫様だけじゃなくて意外とギャルでのまえそうだよ意外とね喋るとねなんかそう意外と。 性格は意外とギャルかもしれない時ある <laughs>。う撮ってほしかった。嬉しい。ありがとう。先回、今のモチベ、重要日楽しみにしててね。シーツ大好き。ありがとう。先回は残り1日だよ。お早い。毎回変え、嬉しい。ハヤトありがとう。本当に。そう、嬉しかった。みんな。まださ、X にあげてないけど、すごいあの、ストーリーとかで。 あげたらみんなが見てくれてて嬉しかった本当になんかさマジ家でさ撮るのがやばいからさもう <laughs> マジで <laughs> あの携帯をまず置くとこがないから始まって <laughs> か<ら> <laughs> こんなにとんもない角度で撮ったりとかしちゃうの <laughs> だけどなんかあのあれなんかマジでお話会のとこにあるそのリングライトがめっちゃ良くて あれがいいと思ってそこだから本格的に森さんがもっとやるってなったら調達しようと思うちょっとさすがに <laughs> X でありがとうカわミいほにノリで取れる確かに友達とねノリ2個でもあの意外と1個で照らしてたりするけど <laughs> プレゼントででも今この,あのこの配信の なんていうの置いてるやつもファンの方があのくださったやつをずっと使ってるリサが壊れてからのずっと壊れてない生きてる <laughs> すごいよねなんかこういうなんかアクセサリーとか紙とかは結構さあの皆さん選んでくださるんですけどこの何ていうのカメラを置くあのなん三脚とかってすごくないなんか <laughs> あんまいなくない すごいよみんなのたくさん <laughs> TikTok 見た嬉しいほんと <coughs> 個人やか、ね、でもなんかね最近すごいそれは悩んでてなんかそれこそその気まずい案件とかあったりとかしたりするとこうずっとやっぱあげれないあげてもいいんだよ別にだけどやっぱりなんか躊躇してするじゃないですかあげるの。だからどううしようみたいなで結局 今回は翔子があげようって言わなかったらもうあれはなしにしようと思ってたからそうだから結構そういうのはあるねあるからそういうのがないなって思ったやっぱ一人のやつだと「あやぼんありがとうね嬉しかったよサイン会」ねやってくれてたでもりさはやるなら絶対にちゃんとしたいと思ってるあの やっぱ S うんだからなるべくちゃんとあげたいよねだから在庫を常に持ってたい6個ぐらい <laughs> 6個ぐらいね持ってたいなって思うすごいうん今はもうストックないけどなんか自分があれだったらね始めたいよねうん 感じよでも私は思うのは衣装で撮りたいなってすごいでも衣装だとちょっと恥ずかしいんですよねなんかいろんな人が見てて恥ずかしい常に在庫が欲しいいや本当に私がやるんだったらほぼ毎日ちゃんとあげたいかも同じ時間にあげたいかもあとなんかやっぱりさみんなが見てもらえるってさそのなんか今は グループのあれだからやっぱりこうたまにだし見てくださるじゃないですかでもやっぱり毎日と自分のとかってなるとさなかなかさこうそれこそまあなんだろういっぱいあんまり見られなくなっちゃったりとかしちゃうじゃないですかだからなんかそのちゃんと時間を決めてこの時間に毎日あげたいとかどうしてもその例えばツアーとかでちょっと時間があれになっちゃったとかなると あの上げられないけどなんかそうしたらこう毎回その時間にみんなが見てくださるじゃないですかだからなんかそのよりこうより多くの方に見てもらえるかもなっていうのは感じてるよとってもねうんって感じですねピンキー,ショー いやーでもあれね、ちょっと切ることがね、あんまないかもなんだよな。多分そう、もしかしたら、ちょっと。最近のビジュメティ本当ピンク。ピンク。だよ。あとはなんか、りさまだやったことないけど、なんか、全身とかのやつとかも、なんか、いいなって思うね。あんま取ることないけど。なんか、全身だとさ、なんかやっぱりこう。 全部が見えるじゃんこういうなんかあれなんだみたいな, <laughs> なんかわかるなんか <laughs> いや上半身もいいけどなんか全身で見るとこういう感じなんだみたいなのそれこそさ衣装とかだと絶対スカートとかも可愛いからメイドさんのやつえだよねすごい喜んでくれてたんだよそんな風なやつとかね 記憶よくえいっつも X とか見てるから <laughs> <laughs> X とかいつも見てるからだようん,なんかマジでインスタグラ上がってないよねうん大丈夫そうずっと止まってるんだけどやり直そうかなえでもさバグってる気がして無理かもなうん最初で撮る 予定は自分次第ツアーが1ヶ月後とかだから1回消すかうんえー、嬉しいアプリ入れてくれたのレナタんありがとうなんかそ,そういうの嬉しい優しいみんなその自分のために待って投稿完了するまでインスタグラム開いたままにしよ投稿中あそうでしょ急に始まる感じ 行くかも監視活動順調ですか順調ですよ来た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 あげれたえ急にえ嘘でしょ一回落としたのに落としたのに急に来るんだやっとあげれた本当に時期がおかしいけど <laughs> 本当に時期が違うけどそうめっちゃ綺麗だったのここっていうね あとでストーリーにあげよう。急に来た。いいねした。嬉しい。ありがとう、リリーちゃん。今日の,あのサイン会もありがとう。サイン会ありがとうね。次回もおうします。ありがとう。景色良すぎ。え、めっちゃいい。本当に。なんか、すごいいい。インスタ見たよ。ありがとう。嬉しい。ちょっと、あの、 もうちょっとしてからストーリーにあげよう急に来るね投稿びっくりしちゃったようん4枚目のしめつ好きちょっとなんかさ一眼みたいに見えないうち全然携帯だけど全然携帯だけど一眼に見えますえマジでねあのねここあのあのあれも美味しかったんだよあのわらび餅みたいなそう めっちゃあって美味しい美味しいよでもちょっと車ないとキビいねトースト食べたくなったわかる抹茶美味しいよ抹茶マジで美味しかった通知きたあよかったありがとう インスタ見見たたよ、ックス見たよ、横ししいえ、でしょちょっとめずらいんだよそうなんかいつもリサさって縦で撮るから写真横あんまりめずらいうんみなちゃん嬉しい TikTok 見たよだってありがとう覚えたよもう最上級に可愛いの覚えたよ インスタのニットこれナイスクラップだった気がする福岡はねマジで本当に美味しい食べ物がたくさんいっぱいいてねみんな行ってみてぜひ機会があったら通称やまつんときえっうそう嬉しいよよろしくあ福岡行ったんだ夏いいね福岡マジいいよ全身バーねいや本当にリサもね撮りたいと思うよ うん、食べ物が美味しいのはいいよね。いい食べ物にきがい。3月行くの。え、超いいかもね。季節的に。コメントしてきた。声ありがとう。あ、ワイさん見てくれたこれ。嬉しい。誰か、あとリサがやってみたいのは、なんか一緒になんか、あの、それこそインスタのリールみたいなやつ。あの、一緒になんか、 行動してるみたいな <laughs> のの動画もいいよね。そうそう。めんね。ねありがとう、こゆきちゃん。福岡絶対来て、えー、行ってほしいうん。いや h o o 5月に福岡行って初めてえ、美味しいでしょ、お願い持ち。TikTok よかったおさありがとう。きれう。 ね嬉しい何やったのえなんか並べてくれてたよねキャラトのやつうん TikTok も X もインスタもそういうことねありがとうカイちゃんミドありがとう嬉しいたくさんコメントしてくれたありがとうあやぼんもしてくれて嬉しいマジでよかったよあげれて 美味しいよ本当にこんなにも見てくれてあああれね虹コンソんの絵だね流行ってるよねこいつ2年前くらい福岡でもつ鍋やばいよもつ鍋本当に美味しい今日も配信ありがとう勇気ありがとうしのうちゃんコメントありがとうすごいさコメントでいっぱいみんながかわいいってコメントしてあとなんか あのなんか「お姫様なのにありがとう」みたいな「あ初めて」のチャンネルのコメントで <laughs>、えー「え <laughs> すごいそんな思ってくれてるの?」ってなった「全然だよ」ってなったそれはそれはとっても全然ってなったよめっちゃあんまりな,な,ないじゃんそういうコメント <laughs> 初めてだったちょっとびっくり「もつ鍋作れるえこないだ家でもつ鍋を作ってみたえマジでいけたけど」 意外と後が大変だったかなごよくないえでも嬉しいよもう可愛いだけでも嬉しい本当にありがとうたくさん全部ごめんありがとういっぱいとっても全然ピューロの動画ティックトがあげたら足細いってごめんと分かった <laughs> ありがとうすごい嬉しいよいっぱいあげてくれてたんねえー、本当に お姫様、確かにねやりたいねまたねお姫様、全然あげますよ <laughs> 声え本ほんと一番好き嬉しいそんななんかねツアーまで来てくれてそう全然撮るよって感じなんか面白いのがなんかちょっと苦手なんだけどさなんかあのそう面白いやつがちょっと苦手 <laughs> 2回言っちゃったそれこそさ昨日あげてたうこのあ,あ,あ,あいうの結構苦手あいあうのよりかはそのなんだろうかわいいかわいいの方があれかなあゆちゃんありがとう見てくれたの嬉しいありがとういきなりとおしゃあ鈍感すぎて困っちゃいます」みたいなやつよね 鈍感すぎて困っちゃうよね。私鈍感 <laughs>。鈍感ですよ。りさんも。可 <laughs> 愛いって、えー、ありがとう。つま。<laughs> 鈍感すぎて困っちゃいます。私だけ見ててよ。もっともっと。可愛いすぎ。そう、覚えたよ。もういた。可愛いすぎる。私に。なまれる。 声高くない？あんな声出ないんだがって感じだよ。無線あの嬉しい見てくれてありがとう。空気ちゃんありがとうね本当に。次のティックトック？星って何？星のやつ。知ってる。僕はシーナもウサギじゃないもん。めっちゃ流れてきますよ あー話そうねあやん嬉しいなんかもっとさ好きになったって言ってくれてたの見た X ねありがとうこちらこそねでもいっぱいあるかもそう思ったらなんか今みんなが言ってくれる大体多分みんなが言ってくれてたやつぐらいしか知らなくて逆にうんあんまそう

ねすごい一時めっちゃ見てたよそうめっちゃ見てて,見て,てだからそ,うそのちょうどその時期にいおりと踊ったんだよなみくちゃんありがとうねえみじんこそういえばさ私書いてないよねタワーさんそれ前のえ突然だけど書いてもいい今日 ピースおで、ね、耳ほのかちゃんこんばんは今日せんかありがとうありがとうこちらこそ癒し眠くなないでねガーミン今日もかわいすぎだってぎさちゃんありがとうえいいよねごめんね逆に1一個足りないななちゃん見てくれてありがとう最近それ毎日インってハマって。 <laughs> 毎日ハマってハマってる翔太翔太は嬉しいそんなん言ってくれてありがとう配信見てくれてるのミジンコねえミジンコんだっけ大好きあれ好きだっけ覚えてるミジンコピンクメイクにした あありがとうポストずっとリりさね見てたよポストみんなの今日もみんながとってもあの好きだよねありがとうそうみんなのサイン会のあれありがとうっていうさツイートをポストしてくださってて見た届くの待っててね大人間 うんたかありがとう始まったポストありがとう見るねさくらちゃんクッキーありがとう春もクッキーありがとうごま今日最下ありがとうありがとうこちらこそありがとうね応募してくれて好きしかつえ嬉しいよなんかそ,そのさ何て言うんだろうなんかつぶやいてくれることが嬉しい 今日は1000回ありがとうありがとうねこちらこそビギナーさんだ大好き愛ちゃんポストするから見るよ今日は誰かと帰ったんよや一人 <laughs> 今日は待って今日はあんこちゃんにしか会ってないしかもあんこちゃんとも元々会わない予定だったけどりさがあの TikTok を選んでほしいって言ってりさの部屋にあんこちゃんが来てくれたって感じ <laughs> そうだよあとはみんな会ってないそうあんこちゃん優しい本当にいつも選んでくれますよ TikTok 見てもやかちゃんありがとうつぴありがとう嬉しいそんな <laughs> そうあやちんのコメントを見るこの後はあれさお風呂に入ってみんなのあれを見ますよコメントいや なななんんんかかそそれがでであんまり変わらなかったのそんなマジで5個ぐらいあるんだけどほぼ変わんなくて全然だからあの前も聞いたのあんこちゃんに前はあのあれだ「好きすぎるからむかつくしい」のやつをあのそやってたの5人も再投稿してくれてましたえそれがわかんないのりさ 本当にねあの TikTok の再投稿とかわかんないんだけどやってくれてたのときせんさんありがとうございます嬉しいよ嬉しいよとか言っちゃった嬉しいですねとってもなん,なんかそうでんかその好きすぎるからの時は結構あったの何種類かだからその時にも選んでもらったんだけど今回はなんか本当にあんま変わんなくて。 え本当に変わんないどれも可愛いよみて言ってくれてで結局選んでサムネも一緒に選んでそうあんこちゃんに投稿まで「押して!」って言って押してもらいました <laughs> そう「ありがとうたくさん嬉しいハマってくれてありがとう」そう「バーカー」のやつ。 今からでも間にえ嬉しいありがとうねハマってくれたよのはずきありがとうそうあのあれその前のあの「ごめん待、ま、った」のやつはあれは翔子に選んでもらったたまたまクリスマスの配信してあのから選んでもらってって感じだったけどマジでそう選べないんだよりさって 午後とか同じような取ってさそれが難点だね早く決めれるようになりたいいつもとっても思うよーそう再投稿しましたありがとうね再投稿してくれてありがとうあれな何だ再投稿ってさまた見れるよって感じなの <laughs> えマジさあやばいよね分かってないねストイちゃん偉いよ 偉い頑張ってるのさくらちゃんありがとうねいっぱいリピートしてくれてたくさんありがとう本当にさこんなにもさ喜んでくれて嬉しいリツイートみたいなもんなんだえ嬉しいそうなんですかえ優しいですねみんなときせんさんも優しいそんなしてくださってんだねありがとうございますとってもとっても 感謝です。今日結婚してよろしく。TikTok、リススンえ作ってほしいガオミ。作ってくれる？今日の線ありがとうミクちゃんありがとう。ありがとう。みじんこ書いてほしい言葉ある？書いてほしい言葉ある？違うのマジでさ、その悩みすぎなんだよ俺さん。なんか本当毎年言うけど。 優柔不断をなくしたいずっともうでも優柔不断ってさやっぱ治んないよね性格的にね特にないのねいつだっけミジンコくれたの日付覚えてるえ急にくっつかなくなるねえ優柔不断やばいどうしたらいいその優柔不断直したい性格だから無理か 者決めて分かった直んないよねわかるだから多分今後もしやるんだったら画録して送ってどれがいいかを選んでもらう <laughs> 面倒い,い人になっちゃうよでも本当に決めれないんだよね優柔不断すぎてやばい 9だった気がするありがとうやばいよ本当に <laughs> 困っちゃう最近音源えっだよね音源消されるの結構しんどいよね誰かに聞くのえだよねいいよね一つうまくいったらもう取らないようにしるしかないあ <laughs> もう逆にね悩まないように うーん優しいあずきちゃんインスタコメントしてきてくれたのありがとうゆうまる失敗少ないいやそうだよねちゃんといい感じのねうん投稿したありがとうタグ付けしてくれて急に画面暗くなる そうねカイリンハートありがとううんハチビンもハートありがとうねたくさんうん見てくれてるのみんな 2>, 2月 2> 8だった気がするう、ね、ん <coughs> ひひ何 インスタって鍵アカでもタグ付けしたら見れますかえっ見れると思うよ見れると思う見れますえ、だよね今日委員ありがとうありがとうゆうまるペンのこと何も言ってなかったうんはいみじん子ね本当に遅くなってごめんねいつも好きでいてくれてありがとうそしてこれからもよろしくねうんお待たせ ずっとさいつ書こうと思ってたんだよ書けたミジンコにハートなんか丸い。 ありがとうこちらこそこれからも、ね、よろしくみじんコいつも X でつぶやいてくれてありがとうポストしてくれてありがとうちゃんとね届いてるよこの名前でこれからもたくさんポストしてねありがとうマジで遅くなってごめんやっと書けたやっと書けたよーうん16日のサイン会くだって嬉しいあのあれかな円盤のやつかな 円盤だだと話せるやつよたぶん楽しみにしてるトリガーツアーだよね懐かしいねトリガーツアー今日のビジもいいサイン書いても初めてだったありがとうあゆちゃん今日もね初めてねサインあのあの応募してくださった方もいらっしゃって嬉しかっためっちゃうんお風呂に え入れる気分で結構入れますよ塩とかね入れたりする複数のアカウント作れるんじゃない多分2月初めえよかった話せるっぽいやったーサイン会も早いよ最近お気に入りのコスメはえなんかえマジであんま売ってないんだけどその 今日もね、使ってあるんだけど、あのー、あれ、シピシピのさ、あの、いちごミルクってやつあるじゃん。コンシーラーみたいなやつ。あれを塗ってるね。あれを塗って、で、その上に、あのー、ちょっと、ベージュっぽい色を、上からまた重ねて、で、 この目頭のとこだけなんかあのピンクの濃いなんかキラキラを塗って昨日はこのこれグリッターフーミーのラメシャンパンをぶち塗ったんだけど今日はね塗り損なったこれ塗ったらキラキラにお目目がなります。 え名前いいよねちょっと絶対塗り方ずしってけどあーもうちょっと塗りすぎましたねあぶっぶちぬ <laughs> あ塗りすぎました <laughs> こちら塗りすぎでもこうこんな感じでちょっと塗りすぎたやばいやば,いやばいたまにこうやって私は塗りすぎます塗りすぎがひどいですねとってもでも可愛いいですよめっちゃついちゃった爪に爪指 そうで目頭のはここにあるよこれこの A ブラックのこここれいつもこのハイライトこの配信だとめっちゃ見えるこれこここの色この色がこれをね塗るそうキラキラしてますちょっとマジ塗りすぎた <laughs> これをね、こ、あ、え、待って、ちょっと待って、これは、これ、これ。これを、こうやって、ここに。こうやって、やば、塗りすぎ。<laughs> 塗りすぎた。そう、こうやって塗ります。でも、これいつも、聞かれるやつ。ガチ塗りすぎた、しなちょっと。こうやって、なじませましょう。 そうでもねマジであのこう上からの方がわかるから毎回こうやって上にしてこうやってやりますしたら一番わかるピンクい今日はピンクですうんあとめっちゃあのー、あれしますよあの影とかも描きますここの影はいあそうカラコンはね今日も違いますあの TikTok と同じやつやったんだっけえっとメロットのシークレットベアですねっそうこれを塗りますっ塗ってますカチューシャあっちにあるそう 最近はピンク多い嬉しいコメントしてくれたのあいかありがとうねいつもコメントしてくれておそろい嘘マジ一緒これですよここにいる方しか分かんない <laughs> そうシークレットウェアだと思うあのメロットのねうんそうそれを つけますね。ネイルめっちゃ可愛いでしょ。マジ可愛いネイル本当。たくさん見せよ。可愛い,い。うん。のえちゃん先回ありがとうこちらこそありがとう。明日朝早くねお休みありがとうねいっぱい見てくれたりして。三月の話会の受付ってありますか。三月？えどう思う？ <laughs> みんなの方がさ絶対に詳しいよね3月はどうみんなまだあるはずらしいあるっぽいかゆいあるっぽいねなんかお目にかかるよあるっぽいですよめぐにありがとうねコメントしてくれて嬉しいたくさん。 うん。ガオのとこ好き、これ <laughs>。これね、これ、こ,この好き。サムネにした、悩んだの、サムネにするとこ。ここか、あの。ここのウィンクのところか。あとは。あの、ここ。めっちゃ悩んで。 そうまたそれもあんこちゃんに相談したらえここ最初ここにしてたもんねえこれでいいんじゃないってなってこれにしました <laughs> そう3月1ああありがとう今どさんサムネ大事なんかさこうサムネでさ何の曲やってるかとかわかるじゃん結構だからわかるなっていうのにしてみたよめっちゃ可愛かったよだってありがとう この以上にパズル。バレンテ、え、すごい出たのすごいよ。私は出てない。話けか、リサ。話そう早く。始めましてしようね。たっちゃんも話そうね。久しぶりだね。久しぶりだよ。ラスト制服見たい。リサも制服着たい。TikTok よく見るよ。え、マジで見てる。ずっと見てるよ。一旦在庫なし。あ、そうだね。 ないかも今のところなありがとうはずきちゃん対面つけるの優し,優しいじゃない偉いよカニえでもマジであのたまに息抜きした方がいいよ毎日好きマしマしで一緒じゃんえひかりちゃんありがとうハッ久しぶりだ対面嬉しい久しぶりにできるのやったうん 制服みたい、それこそ制服で撮りたいな、なんか楽しそう。でもでも気まずいから J.K. じゃないのにね、気まずいかもしれない。やばいよー。た <laughs> か結婚してよろしく。<laughs> 今日 <は S 1> 本当？嬉しい。もおかずさんさん言ってくれるのよ、ね、新年。制服？前着たやつは持ってるけど。 新しいやつとかは持ってないかもリータ対面楽しもうね絶対にうんかなっぴんあそうだったんだねそうだよえの言ったよりさあの一緒だよって言ってよかなっぴんにふふジャケシャとか制服多い今回の呪って呪ってのジャケンも制服だっためっちゃ可愛かったあの制服なんかニットで え、そう、めっちゃかわいかったあの制服かわいいなんかチェックのスカートで感じだったよ竜兵私出なかったんだうん悲しい17日対面行くようだってねえよろしくね対面会おうねやばいよ会えるもうちょっとでカフェオヤホー元気 見てくれありさんの TikTok 買おうラストナートのジャケンも制服制服制服ですえでも今回の制服がめっちゃ可愛いののんかなんか制服制服してなくって待って振り返ってみよう私ジャケをさもうおっしゃっとあげてないじゃん ちょっとだけ見せようじゃあここであの制服みたいな制服可愛いいよな待っていつだっけえっとね、えっと、せマジ可愛かったんだよどれが分かりやすいかな 待って分かりやすい写真がちょっと見当たらないこれがわかりやすいかあれあれちょっと待って今選,今選んだんだけどえっとさんこれあっちょっと光がね飛びすぎてるこれ可愛くないめっちゃ。 なんかニットみたいな感じなんですよめっちゃ可愛かったこの制服こういうの選びたいなんかお話し会とかで着るのえ確かに韓国っぽいかもめっちゃ可愛かったこの制服グレーのねニットにこんな感じめっちゃ可愛くない画質悪 めっちゃ可愛いよね。そう、これ、ねじ、ねじり。ハーフツインしたやつ。ね、見て受けるよりさがね、照らされてんの。しずくない?。照らされてる <laughs>。<laughs> そう、だから、これを。そう、こういうの期待。かも。あ、いちごまれちゃん、おし。やばい、一年も好きでいてくれてありがとう。これからもよろしくね、れいちゃん。 インスタ、ティクトク、ねえ、ありがとう、カナって見てくれたの、優しい。優しいよ、みんな。言葉。え、マジでこの制服可愛かった。何回も言う。可愛いえ、しかもなんか、みんな全然違うくってさ、え、いっちゃんが好きだったよ。なんか、あみんなよく言うじゃん、なんか、自分の制服が好き、自分の衣装が好きみたいな。間違いない。ほんと。 これ、いおりとのまだあげてないんだけど、目つぶってるからいいかな。全然違くない制服。マジ違う。いおりネクタイ。そう、全然違うんですよ。いおりとしか撮ってないみたいですね、この日。あ、あんこちゃんもいたけど、あんこちゃんは服見えないの。あ、見える。けど、ちょっと顔を見えてるから、あれかな。じゃあ、顔見せないでいい。はい。あんこちゃんの制服。ネクタイ。だよ。 ね全然違うのやばくないでも私はやっぱ自分の制服好きですねだからこういう制服を選びたいねあの2回目ねあの言ったの <laughs> なんかお話し会とかでさ最近制服着てないからさ次のお話し会とかで来たい。 こういう制服にしたいよりさであげあっあるよ予定取ってるよ結構こういう制服見つけたいかもいやそれなこれ借りたいよねでも借りれないんだよね多分見つけるのむずいよね意外とわかるなんか見つけるのマジむずいの同じようなやつそうでもこれかわいい しかは私服だよそうマジ可愛いんですよねめっちゃかわかったこの制服借りれたらいいけどなかなかむずいからそう私の学校もセーラー服でずっとだからブレザーというかこのニットみたいなのがすごい可愛い憧れてたずっと 似たようなやつつ…探すのつえ、なかなかないしかもネットシクルマジでなんかヤバいネットシクルとかヤバいね口悪いネットなんか <laughs> 失敗するたまにあんま言っちゃったね言葉が悪いこと <laughs> ネット難しいよね結構ああいうニットを毎回探すけどあんまなくてちょっとミニ丈だったんだよこのニット めっちゃ可愛いけどなんかでも話し替えとかできたいってすごい思ってるなんか最近は制服着てないからうんって思ってまーす新大久保行けばわあ確かに行きたい新大久保最近ずっと行ってないや行きたいリシャのあやちゃんのヤッホーありがとうね今日サイン会ねいなかったよね書いたよ そうだから制服でとかさ決めたらみんなに教える共有しますねあの制服の日とかもやりたいしあとはそのこの間みたいなこの間言ってたなんかちょっとカジュアルみたいなトレーナーみたいな,なんかやつとかもやってみたいなって思うしあとはまあみんなが見たいやつ。 今日もありがとうありがとういざないちゃう。カジュアルいいでしょ結構カジュアルみんな好きってあとはあのもう一回あのなんか眼鏡の日とか作るこういうここにあるでもこれも曲がってるけどトレーナーいいでしょトレーナー系もね眼鏡最近最近は買ってないあんまりうん。 シンテナリサも可愛いけど三つ編みの…え、嬉しい三つ編みもやりたいそれこそせあの制服でさ三つ編みとかしたら絶対に可愛い俺オルちゃん見まして可愛いんじゃん絶対メガネすぐ出てくるの好きやばいよ机にあるの全然ねイメージ変わるの何個… え分かんない7個ぐらいこの地雷のリサ見たい地雷系ねめっちゃじゃあもう今度はもしやるんだったらゴリゴリにやりたいねあのめっちゃなんかピンクかなんかでっかいカラコンをしてやりたい <laughs> やってみたいね結構思ってるよ これはこれもありますけどゴリゴリ見たい地雷見たい地雷ちゃんってすごいあれなのかなに見たいとかそういう感じあんまりあれだと思ってたけどうんアンクとか久しぶりにやばいな久しぶりに のやつあるめっちゃ高めの、うん、こ,こ,こことかツインテールハーフツインでもいいけどでもなんかハーフツインだとなんかこうあれかなここまでいく <laughs> そうやってみたいね <laughs> 普段 あんまあねお姉さんデーも作ってみたいなえお姉さんデーってさどんなしたらお姉さんハーフアップやっぱりハーフアップにリボンみたいなあコロネついんねコロネやる自分でコロネしたことないんだよね意外とできるのかうん ポニーテールお姉さん、ゆるふわえ、お姉さんにさいつもなりきれないんだけど <laughs>、お姉さんになりきれないんだけどさ、ドライなんだけど、なんか、うん、スーツ持ってないな <laughs>、スーツにメガネはなんかなんか。 面接に来た子みたいになんない <laughs> 面接来た子になるよ気まずいよ <laughs> 気まずいかも就活してますかみたいななるねうんちょっと気まずいんじゃんあじゃそろそろストーリーあげますねっじゃ気まずいえ薄メイク無理なんだけど薄メイクができないんだよ助けて 薄メイクができないどうしたらいいの薄メイクが苦手はなちゃんすごい最近めちゃすぐいにいいしてくれる安いねはなちゃん面白そうだからやってみたいどういうことお面白そうだからやってみたいいや絶対おかしいって笑っちゃうよ本当に。 笑っちゃったらどうする <laughs> スーツって恥ずいんだけどなんか恥ずかしいなんでなんか恥ずかしい見てね ささすがに気まずくないちょっとどないなんだけどちょっとあげるストーリー五。あっ、ね、へえナチュラルメイクを、うん、そう私の目標はね待って TikTok をじゃあ私はじゃああれにもあげるかなんだっけあのー、あれ X に 次のサインはさ当当てるいいなおしてくれてありがとう就活中なみんながスーツはいいじゃん全然あり全然ありじゃない逆になんかリサもみたいなんかいつもはこうラフだったりとかするけどなん,かなんかでもみたいなよくない いやいいと思ったって実は結構思ったのなんかあのいつもなんかトレーラーとかラフな格好で来てくれてるけどたまになんかお仕事のがぎリでみたいなえそう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 いうのいい雰囲気変わるのは結構いいようんめっちゃいいもちろん普段もいいけどっていうところある ね分かってるみんな <laughs> リンクをコピー <laughs> そうだよだからみんなも見せてね今日のリップはねご紹介しましょう私の今日のリップは <laughs> えっ使ってるちゃんとリサこれラカの207万に このあれ地シ紙を重ねました <laughs> いいよみんなみんなもギャップを見せてん <laughs> ギャップを見せてくださいねみんなのほうがスーツ持ってるでしょ絶対借りたいよみんなのスーツ <laughs>。 えいいこの組み合わせえそうみんなのマジでそのスーツ借りたいとっても借りたいよだってさ <laughs> 借りたいと借りたいよだってさ持ってないもんリさ持ってないから。 お話きありがとうのやつにさあれしてもいいリンク同じ服だからどう大学で入学式スーツだったあ大丈夫そうしようえなんか違うりさはスーツが着たくなかったからあのー、なんか <laughs> 本当におかしいスーツ着たくなかったからんか黒のワンピースを着たんだ だってやばい文章も考えるとあ踊りたかった曲踊ったよえー、なんかわかんないなんかその当時は来たくなかったっぽくてなんかでももちろんね 自分ぐらいしかいなくて着てない人それもそれで気まずかったけどでもなんか印象がやっぱすごかったなんかその卒業っていうかあの辞めちゃう時もなんか先生とかからもなんか乙島さんは入学式の時になんか可愛い,いなんかワンピースを着て,てみたいなこと言われてなんか恥ずかしいってやった <laughs> 恥ずかしいってなってそうそうですよなりましたありがとうめっちゃ恥ずかったけどやっぱ印象強いなって <laughs> でもなんか全然そのなんて言うんだろうなんか本当に黒のマジワンピース なんかちょっとフリフリあったけどおとなしめのフォーマルっぽいやつじゃあちょっとあげます x あげます突然失礼いたします <laughs> ああ友達すぐできそうえっでもなんかいや友達がねあそう今無事にポストできました えなんか友達がなんかそもそもそのオリエンテーションみたいな時にあああののー、れだったんですよ、あのー、最終審査かなんかだったのだから行けなくってオリエンテーションじゃないなんかその合宿みたいな仲良くなろうみたいな感じのやつの,そ,のそれしたら。 もうそこでみんな仲良くなっちゃっててそのなんかまあどうしようと思って次学校行きた時リサは絶対に一人だって思って一人でご飯とか食べるんだって思ってたんだよそしたらあのー、話しかけてきてくれて優しいみんなえマジでさ一人で食べようと思ってたし全然一人で一っかみたいな感じ <laughs> だったけど優しいよねやっぱ友達ってそうやって話しかけてくれて ということでしした人見知りしますよ結構でもねなんか最近結構言われるのはなんかリサなんか人見知り本当に人見知りとか言われるなんか初めての方の方が喋れるタイプだよねみたいなでも言われてみればそうなんかね何回もやっぱ会っちゃうとね緊張しちゃうその人のことをもっと知っちゃうから。 リサがしかもリサも知られるじゃんだからそう初対面の方がいける2回目きまなんかそう気まずいわかるねあるあるうん気使うよね初めましてだったらめっちゃ友達だったえなんかさだから結構そういうのはあるかも うんでもみんな多そうだからさあんま人見知りじゃないみたいに思われるけど結構人見知り分かる気使うよね気まずいそうもう合わないって思えば2分前の X みたいえありがとうえちゃんとこれ飛べる大丈夫私のリンクからちゃんといけるのかな一回飛んでみます <行>けた <laughs> いや怖いよねこれで知らん人のさなんかリンク貼ってたらマジやばいじゃん <laughs> 危ないよ危ないうん怖いよよかった行けてリンクい全然行けたよ慣れれば行けたね一生といやでもね友達 むずいよ作るのねなかなか作ろうと思るとむずいよねうん知らん人のリンクきまずいよね <laughs> やばいやばい毎日ありがとう嬉しいかなっぴもありがとうこの後見に行くねいやわかる気まずいよな普通にちょっといろいろ気まずい現種起こるからうん ありがとう、あやちゃん、見てくれて。よかった、踊って。さっきりもありがとうね、お誕生日も当日お祝いできて、サイン会のときに。ありがとう。最上級にかわいいの。<laughs> 気まずい言い過ぎだよ、リサ。口癖なのかな。更新、ありがとう、見てくれて、つわりあけ。ありがとうありあ 嬉しかった、こちらこそありがとうほんとにサインもねストーリーメンションマジでリサねストーリーねあのスクショして見てるよ見に行くねこの後もそう TikTok あゆうまるありがとう嬉しい最上級ああいやーありがとうリサのあいややばいエクボナやちゃんもありがとう嬉しいめっちゃモチベ上がるね tok 持ちが上がりました。<laughs> 上がりました <laughs> なんかさ、自分の言うことにさ、なんか、言い方が変。本んに。言い方が変ですね。有明のゃ登録。やばい教えてね、ましたも。わかったな。うん。 把握しいや、把握してるよ、ちゃんと。あのー、トップが。また待って、ましたって、ありがとう、ひかりちゃん。あげあげ、優しい、リサのや、優しい、様子がおかしい。最近あんま、いや、言ってるかな、無意識に。t i k t 毎日。え、覚えてなの、りちゃんね、踊ってほしい。ちょっと送ってほしい、リサにだけ。 着ぐるみとか着て TikTok はしないかもちょっと恥ずかしいゴーンハートありがとう話しかけてるえそうあのマジであのリングライトが超いいなんか携帯が縦にも横にもできるから超いいだからさインスタライブもあそこでじゃないとマジでこんなとこでで、ね、きないサイン会のツクバイトだったから本当にお疲れバイト もう偉い明日早めだからねありがとう同じのくださいって言ってるでも結構あれ場所取るんよなんかねでかくってなんか座高が高いというかなんかあのあれが高くてめっちゃもう置けないんよ自分の部屋に結構うんそれが悩みかもあと うんあれのコンパクト系だったらいけるかもうん一旦そう掃除しよういやそれなえ結構やばい今今結構過去最上くらいにやばい荒れてる家で全身あマジダメよ家で全身なんて取ってはいけないものがある違う違う映ってはいけないものがあるからダメだよ <laughs> 絶対にダメもう絶対外でしか食べないよほんとにさあ壊れてるえでしょ壊れるよねあれ長くちゃんと持つやつないかな沼ますぎる嬉しい話すのに少しも惜し偉いえらいえでもリングライトいいよねマジでえー、ルンバはいないけど走れないマジで走れないと思ってる したの新,新しいアーシャヘアスタイル新鮮な顔シースマガムえ嬉しいてルミそうなんだよちょっとねいつもと違う美女だね今映せるが浮くあここは大丈夫うんねリングライト壊れるよねえマジ壊れるんだよねどうしてやっぱみんなあれが見たいのかどうかすすぎて困っちゃいます 私だけ見ててよあれちょっと覚え覚えてないのまだ一回見てみようえー、マジでやばい本当にでもに結構ちゃんとねやってって感じ自分の部屋 <laughs> ちゃんとして自分ちゃんとして本当に白い壁見て思ったけど壁に何か飾ったりしますか あーなんか前はお花とかやってたんですけどやらなくなりました <laughs> やらなくなりました <laughs> いやママ来てほしいマジで4月とか来てくれないかな一旦ちょっとママが来るとマジ片付くほんといきなりトークションでつんだのが私のまれって医者に言われてえ本当にそんなちょっと見とくよちゃんと。 あっという間だね時間びっくりだよりさんももう50分らしいよやばい衣替えの前にえやばいよマジで本当にやばい結構やばい踊ってほしいんあ好きこれ嬉しいマヨネー取撮ったやばいよー海に見てくれたの嬉しいテクとかありがとう見てくれて マジ無理マジ無理そうしても気づいたらえそうなの本当にそうなんでそんな散らかるんかないやそれななんでなんでなんだろうとはもうありがとうサイン会もえなんかそもそもなんかなんだろう何でも出しっぱなしにしちゃうとこがよくない 量ありがとうそうでも私がいい偉いなんか自分的に偉いなって思うのは食器とかは放置すると洗いたくなくなるじゃないですか絶対にどん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 洗いたくなくなるじゃんだから絶対そそのの日に洗うんですだからその食器たちの、うん、台所たちはないあのお皿とかもただあの 他の,ものたちはやばい <laughs> なんかそうならないものはやばい洗濯物も割とやったらすぐ干す、うん、服とかはやばいコスメもやばいだからここに結構あるコスメだからいつも出てきちゃうすぐメガネだってここにあるし <laughs> 全く同じだよねやっぱ一緒 やばいよ本当になんか普通に近くにありますよだから今親とか来たらマジやばいと思うでもちょっと何あの一応その結構親とか来る前は何かゴミぐらいは捨てに行きますさすがに恥ずかしいじゃんやっぱさすがに引かれるからめっちゃだからちょっとゴミは捨てるけどあとは無理か ねえ無理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 一番使ってるアイシャドウあでもあのデイジークのアイシャドウは使ってるよパステルドリームっていう色そうこっちゃうこっちゃうよ部屋部屋惹かれるほんとやばいうん服はハンガーにかけてるマジでやばいのほんとにやばい やばすぎる頑張んないとって思ってるけどいつもあのなんか無理掃除機かけるよえっ掃除機もなんかいきなりかけ出すから超近所迷惑になってるかも夜とかにいきなり始めてほんと最悪だよねほんと最悪だと思うしかも私の掃除機さん音でかいの。<laughs> 音でかいから <laughs> めっちゃ絶対うるさいと思うんだよ普通に <laughs> マジやばいと思うお父さんはせい得意めっちゃ綺麗夜中にそう夜中にそれこそお風呂に入った後ってさドライヤーして髪の毛落ちるじゃないですかでその後にすぐドライヤーをじゃないあの…掃除機をかけたいってなるそしたらもうやばい音でかいしかもその… なんかやってる時って気づかないじゃんなんか自分だから怖いめっちゃちょっと怖い <laughs> ビクビクしてるマジで音でかい掃除機静かじゃないんだよマジで音でかなやつですよやばいマジ立てかけてあるけどやばすぎる よかったありがとう嬉しい見てくれてありがとう夜の洗濯もやばいのえっやってんだけど夜に待 <laughs> <laughs> って基本夜かもしれないやばいねマジ怖い多分リサそうなったらあのそれこそ許すするからねマジ絶対怖いもう出れない怖い,怖い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 絶対に許すして物音を立てないようにする <laughs> だって怖いじゃん普通に普通に怖いそれがいいよね怖いじゃんねだって普通にあゆくもありがとうゆくもなえちゃんインスタ見てくれてゆりぴんありがとう嬉しい TikTok 見てくれてありがとう夜の火事怖いから極力やらないようにしてるけどなんか本当思い立っちゃうの急にそう これのところえすごいありがとう私のお迎えしてくれるのありがとう本当に夜中のいや怖いよねいや本当に怖いの怖い突然かけたくなる夜のそう夜に大掃除とか始める <laughs> えよりえわかんないそうだっけ昔 え、そうだっけなんだっけなんかあったよね確か。マジで怖い。ああ、歌っててね。マジ怖い。ガチ怖がない。歌ってても多分私許すするかも。歌ってないですって感じで。怖い。夜に人が来るっていうのが怖い。まず。怖くない普通に。 入便でもも怖いもん、た夜来たらだって夜の配達終わってる時間じゃないとか思っても来たらもうやばい <laughs> 無理ある <laughs> 歌ってるのにる <laughs> あの <laughs> あの歌っちゃなくて普通になんかアップルミュージックかなんかで流れてるって思わせたいほんとさ最悪だよね私本当に最悪 <laughs> 最悪すぎる歌わないよりさ怖いからお風呂場とかでお風呂とかで歌うとさ声が響いていいとか言うじゃん怖いもん私お風呂基本夜中というかさ1時とかに入っちゃうからその時点でもう終わってるのよその時点でそこで歌ったら大ごと私そこでドライヤーするのも危ないかもって思ういつも。 しかもさ自分のドライヤーがさ今リファーを使ってるんだけどリファーが意外と大きいんだよ音がだからドライヤーするときはマジでお風呂の鍵も閉めてやる怖い怖いからみんなも気をつけてね <laughs> 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 ああ面白いほんとやばいよ怖いかな,なんか音が大きいものを使ってる使いすぎ 何でもかんでも同じのえっ同じでもこう強力なんよめっちゃ乾くけど乾くけど音が結構大きいやばいよ本当にやばい5プになってっていう謎の配信でしたやばいよ気をつけてみんな人が来た時はあんま出ない方がよろしい <laughs> 怖いから普通にみんなも気をつけて使って音すごいよね 気をつけてくださいって言って。テリサはきっと今日もこの後やるので、サインとか書き書きするので1、一時二時になりますけど、静かにドライヤーをしたいと思います。はい、<laughs> ということで、では、ランキングを見ます。十三位八尾、十二位鈴、十一位ヤン、十位チャルモグ、九位レグルス、八位マサヤ、七位。 6位真一5位三昧ちゃん4位止めぞ3位猫2位カナタ1位がレモンでしたありがとうありがとうございました皆さん今日はサイン会から見てくださったり本当にありがとうございました今日はね本当にインスタも時期ちょっと遅れちゃったんだけどあのすごいね紅葉が綺麗な時に行けた写真とあとは TikTok も上げられて すごくみんなが喜んで皆さんが喜んでくださったので、ね、とても嬉しかったですたくさんねコメントもねたくさんしてくださってるのもさっき始める前もずっと見てたんだけど始める前もこの後も見ます本当にありがとうございましたまたちょっと覚えたたたりしたら撮れたられいいいいなとと思いますということでこの後私はお風呂に入って早く寝れるように頑張りたいと思います ありがとうございました。またまたね。みんなおやすみ。明日スペイベー来てくださる方はよろしくお願いします。バイバーイ。おやすみ。またね。みんなも明日もから頑張っていこうね。バイバーイ。